タジオにやってきました。理由はなんとエリカちゃんがねゴルフがめちゃくちゃうまいのでそんなことないですその秘密は絶対裏が何かあると思ったんですよ私は。で何もないですけどねなんかね教えてくれないなと思ったんですけどここはもうこっそりエリカちゃんのうまさ秘訣を、ね、ここレースやってて聞いたの知りたいと思います。でエリカちゃん初登場なんで自己紹介してもらいたいと思います、はい、いつもねむちゃくちゃ無理はじめまして、ゴルフ歴今年7年目くらいですかね、JGM に登録してもらってますエリカです。エリカです。エリックです。エリックです。インスタはエリックゴルフだよね。はい、探してみてください。探してみてください。まあ、絶対 YouTube 見てる人エリカさん知ってると思ってますでは早速中にね、はい、入っていきたいと思います。お邪魔します中に入りました。 PPI 公認インストラクターの長森文香さんです。はい、よろしくお願いします。 PPI って何なんですかね。はい、TPI はタイトリストパフォーマンス研究所。タイトリストパフォーマンス研究所、頭文字を取って TPI と、あのタイトリストといえばボールのタイトリスト有名ですけども、はい、まあ、ゴルフのありとあらゆることを研究する機関の、あのアメリカにあるんですけども、こちらの方で、まあ、研究した結果どうかっていうことを我々が、まあ、学んで、でゴルフの皆さんに、まあ、情報を提供していく。つまり、はい、タイトリストがやってる研究したことを取得してきて、ここでやってるんだよ。ざっくり言うといかに健康的に、いかに健康的に、はい、その人に合った、その人に合った、はい、効率的なスイングを通して、はい、パフォーマンスをアップする。今は体がゴルフをできるスイングがなければ、どんなに頑張っても、合ってないスイングをしてる可能性が大いにある。合ってないというか、はい、効率的ではない。怪我をしやすいスイングだったりとか、はい、飛ばそうと思っても飛ばそうとするような動きをしていないスイングっていうのがあるのであれば、非効率的な、そこだけの点になります。お、知りたい知りたいね、エリカちゃんは受けたことないんだよね。実は、スタジオにはずっと通ってるんですが、この TPI プログラムは、はい、受けたことがないんですずっと気になってたんで、ちょっと今回は受けたいなと思って、ご飯を一緒に食べるときに話して、え、何それ、でもそうじゃん、ちょっといや受けようよってなって、絶対違うと思ったの。私とエリカちゃんは体の動きが絶対違うと思うから、これが2人いた方が違いが分かっていいんじゃないかと思って、うん、今回2人で、はい、受けることにしました。視聴者の皆さんも、まあ、早くやると思ってると思うのでやりたいと思います。早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速、はい、TPI の、はい、あのスクリーニングというんですけども、まあ、今のお体の状態を、うん、肩幅くらいに足を開いていただきます。で、つま先は正面向きます。正面、はい、前の方で腕を組むんですけども、5番アイアンを打つくらいのポジションを取ってくるので、膝を軽く曲げてお尻を少し下げて、はい、上半身は前傾します、はい、で、この状態から今度ですね、この骨盤内側を動かしていくんですけど、下の方と上の方は全く変えない状態で、骨盤だけをこんな時に動かしていきます。こんな感じです。恥骨が前の方にぐーっと、あ、すごい、ぐーって、そんでぐーっと、え、こうでしょ。痛かったら教えてください。全く動かないんですよできてんのかな、これ。できてます。え、こういうこと。エリカさんできてますこういうこと。え、骨盤だけも、うん、あ、そうです、だいぶ動いてきます。そうです、そんな感じですはい、膝が動いちゃう、はい、はい、じゃあちょっと元に戻してください。はい、じゃあもう一回構えてみてください。はい、いつもそんな風に構えてらっしゃいますか。ちょっと失礼します。はい、ちょっとやってみてください。もう動いてる、変態みたいな私の仕事はい、オッケーです。はい、こちらもお願いします。はい、違う、何できる、自分の体勢になったら余計に動かない。なんで？うん、大丈夫。今度はここの骨盤が丸い筒の中に入っていると。筒に入っている、はい。想像してください。はい、で、その筒の中でこの骨盤がくる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 、こういうふうにいかないで、この場所で、上半身一緒にいかないように、
骨盤だけを。いいですね。ちょっと触りますね。はい、なんかいい場所はいいですね。ちょっとすいません。運動音痴っぽい動きしてる。大丈夫？運動音痴疑惑が。合ってます。合ってます。はい、ありがとうございます。今度は上半身だけを動かしていきます。下半身に効果がしたら全く動かせない。上半身だけをすごい中心にこんな風に骨盤を。中心に、はい、骨盤を姿勢です。ありがとうございます。はい、ちょっとリラックスしてください。これは割と得意だったよ。そうでもないですよ。そうでもない。次ちょっと大変ですけど、大変、はい、はい、これ持ってください。ちょっと私先お見せしますので、頭にクラドを走らせてもらって、ぜひ左右の肘は9、このまま真上にクラドで、この状態で顔正面に向けながらゆっくりと降りていく。できるでこのクラドはここにして本当に無理だよ。肩のライン、はい、フラインをちょっと出ちゃう。このぐらいでいいですね。腰膝前に出ちゃう。はい、普通にスクワットで膝曲げて、うん、そういうこと？そうです、そういうことです。いいし、もう嘘でしょ、嘘でしょ、やばくなってた。えぇ、ー、私本当に無理なんですよ。すごい。できちゃった。初めてです。こんな頑張らないでください。私意外と大丈夫なんだ。これ以上無理です。無理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 。なぜか黒目が上を向かっている。変えたいんだけどね、なぜか。本当に無理。まっすぐでも平気？まっすぐでも平気。なんで上向いちゃうの？多分倒れるの分かってる方も。怖いんだ。あ、いいじゃん。つかんです。オッケーです。こっちの方がまだつきそう。え、しかも痛くないの？うんうん。結構ちょっと。下なんだ。あ、ちょっと右より動きが違うね。さすがですね。もう普通にこうやってまっすぐ出たのに、逆の足は骨盤からこうやって出てる。嘘。本当。全然意識まるでない。今痛みはないですか？うん。膝裏痛いです。え？肘を指定にしてる。右の痛いですか？この肩甲骨裏の方。うん、はい。1、2、3。はい、手伝ってください。1、2、3。ココさんはです。6、7、8、9、10、11。12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、11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 4、105、106、107、108、109、110、111、112、113、
まあ、それ絶対無理、それでスイングできない。私もそれ挑戦したことあります。そうやってやって、教えてもらったことがあるんで。そう、どっちもダメなんですよ。体の構造上若干ここの腰椎って前腕前の方にあのなんちょっとループ描いてるので少しこうなるんですけど、見た目はまっすぐでちょうどいい具合なんですね。なんでここがこうなったり、ここが丸まったりする、いわゆる背中も含めてですけど、っていうのはどちらもダメなんですね。そこでまずアドレスを決めていって、そこからこのスイングに入っていく。今回は忙しい中、1時間空けてもらったんで、はい、今回はテストだけ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃこれを元に、はい、次回あの自分の体を生かして、はい、そうですね、今のスクリーニングっていうその検査、査定がどうして重要だったのか、どうして必要なのかっていうことをご説明させていただくと同時に、その結果も含めてご説明させていただきます、はい、その結果によって、じゃあ本当にその結果がスイングとあのリンクするのかっていうことを見ていただくために、実際に打っていただいて画像に線を引いたりして見ていただきます。パフォーマンスアップにものすごく役立つと思うので、パフォーマンスしたいね。したい。次回楽しみだね。うん、今日はとにかくテストした、まあ、とんでもなかったっていうことだね。とんでもないです。なんか、まあ、私とエリカちゃんは上と下で真逆です。私はもう下が全然ダメ、エリカちゃんは上が全然ダメでした、うん、でも一緒にゴルフ行くと同じドローヒッターで、だいたい飛距離も同じぐらいで、なんか同じなのかなって、作りが同じなのかって思ってたけど、でもやっぱエリカちゃんこの辺使わない、手首とかも。次回はそれをはい、教えていただけると、はい、そうですね、その辺で、はい、もし解明つながれると思います、はいはいはい、では次回楽しみにしててください。さようなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。